オルガ・ボズナンスカは、ポーランドのポスト印象派の画家である。ポーランドの文学、芸術運動、若きポーランドに参加した芸術家の一人である。クラックフに、鉄道技術者の娘に生まれた。母親は、フランス人であった。妹のイザベラと、母親から絵を学んだ後、1878年に、両親と妹とパリ万国博覧会を見物した。 1883年から、ユゼフ・シェドレツキやカジミエ・シュポフバルスキから絵を学び、医師のアドリアン・バラニツキがクラクフに創立した技術、商業博物館に設けられた女性のための絵画学校でアントニ・ピョトルフスキラに学んだ。1886年にミュンヘンに移り、クリヘルドルフの魔塾で学び、ドイツの画家、ヘイト・ビヒバイスと共同でスタジオを開いた。 ビルヘルム・デュルにも1889年まで学んだ。ミュンヘンの美術館、アルテ・ピナコテークで巨匠の作品を模写して修行し1889年に自分だけのスタジオに移った。その後、パウル・ナウエンの指導も受け、1893年にナウエンの肖像画を描き、1894年にナウエンの肖像画をウィーンで開かれた国際展に出展し優先した。 当時のミュンヘンには、ポーランド出身の彫刻家のバツワフ・シマノフスキや、画家のユゼフ・ブラント、アルフレッド・コワルスキーがいて、彼らとも交流した。1895年に、ミュンヘンでテオドール・フンメルが開いていた美術学校を引き継いだ。ミュンヘンから、クラックフやベルリン、ウィーンなどを何度も訪れ、パリもしばしば訪れた。1898年に、パリに移り、 モンパールナス地区にスタジオを借りた。ポーランドの美術家協会、出荷2898年に加入した。1901年にフランス国民美術協会の会員になった。パリの私立の美術学校、グランドショミエール芸術学校やアカデミーコラロシ、アカデミービッティで教えた。1912年にフランス政府からレジオンドヌール勲章を受訓し、 1936年にポーランド文芸アカデミーの金冠賞を受賞した。ポーランド復興勲章も受勲した。パリで死去した。ありがとうございます。